お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今日はですね、こちらのね、サイクの C1 をね、修理したんで、それをね、1曲かけていこうかなと思います。はい、でまあちょっとね、今最初に説明でこれの修理した箇所をね、ちょっと見ていただこうと思います。はい、こちらがね、修理した C1 ですね。まあ針はね、こんな感じでくっついております。見えるかな、こんな感じでね、もうちゃんとしっかりくっついて強度もね出てると思います。まあこれをね、これから取り付けてね、音楽をね再生していこうと思います。はい、以上です。はい、今ね見ていただきましたけど、針をね、他のものの針を持ってきて、新品の針を持ってきてね、接続した感じになります。でだから、あの感じればね折れちゃってるんで、まあこれぐらいしか、補修方法はないんですが、まあね、あの、まあ、安いカートリッジをね、MM とかの安いカートリッジをつけて聞くより、まあこういうね、まあ一応名のあるものにそういうふうにしてね、ジャンクカートリッジとして、あの万遍の悪いねジャンクレコードみたいのかけたりするのにはね、すごくいいんじゃないかなと思ってね、補修してみました。結構昔からねこういう補修やってるんですが、まあたまたまね C1 があったんで、折れた針のね、C1 があったんで、とりあえずやってみました。まああとうちにね折れたカートリッジっていうと結構何個かあるんでね、また順次ねやっていこうと思います。はい、まあそんなんでね、今日はね1曲かけていこうと思います。よろしくお願いします。はい、それではね、用意したレコードはですね、YouTube オーディオライブラリーからねダウンロードいたしました、あの著作権フリーのね音源を、シェマーレコードさんにカッティングしてもらったディスクになります。これをね1曲かけていきたいと思います。はい、それではね再生していきましょうか。
疲れ様でした。ですね、まあ一応ね音は出るようになりました。まあでもねオーディオはこうやってねいろいろ工夫をねしてやっていくとね結構面白くてね、本当にね一生生涯ね飽きない趣味じゃないかなとは思いながら自分はね楽しんでやっております。はい、まあ今回はねこれで以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。